皆さんこんにちは、ビーレジェンドソペラです。本日はビーレジェンド WPI です。うまいもう一杯青汁風味ですね。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。限定商品としてね販売させていただいていた商品なんですけれども、お客様からね数多くのね再販要望を、ね、いただきましたんで、今回もね数量限定としてねご用意させていただきました。こちらの商品ですけれども、WPI でタンパク質含有量が高いんですけど、タンパク質と一緒に青汁の成分ですよね、大麦若葉であったりケールであったり、そういった成分もね取れるっていうのがね非常にね好評で、今回再販っていう形となります。一体ねどんな味に仕上がっているか、早速レビューをしていきたいと思います。どうなんですか、皆さん青汁って好きなんですかね。僕はあまり好きではありません。ちょっとパウダーがやっぱり緑がかって、心なしかちょっとしっとりしてるような感じがあります。あー青汁だ。青汁パウダーを水に溶かした時のあの匂いがまんまですね。健康にいいぜみたいな香りがしてますね。150ミリから300ミリのね水で溶いてくださいっていうのを推奨してますが、僕は200ミリが好きなんで200ミリで飲んでいきます。こちらに対してすり切って1杯入れていきます。よいしょ。で逆に回してカチッといってから閉めます。パウダーの匂いより水に溶かした方がよりこう青汁のね感じが際立ちますね。飲んでいきたいと思います。いただきます。うまい、もう一杯。あれですね、うまいな。うまいっすわ。僕が飲んでた青汁なんかより100倍うまいっすね、これ。青汁っていうより抹茶が強いのかな。あ、うまいな。美味しいっすね、これ。青汁まずいっていうイメージで飲むと驚くほど美味しいと思います。青汁を飲んだことがある方はわかるかと思うんですけど、青臭くて苦味があって、ちょっと臭みがあるような。あのねイメージを持たれてる方が多いかと思うんですけど、うまいもう一杯青汁風味に関しましては、もちろんねその青汁の成分である大麦若葉ケールとかね入ってるんですけど、一緒にね抹茶のねパウダーも入ってるんですね。これがねいい仕事をしていて、ホエーパウダーがね絶妙なねマッチングをして、抹茶オレのような感じに飲んで感じました。ネーミングの通りうまいもう一杯青汁風味、その通りだと思いますね。WPI 製法になりますんで、炭水化物であったり脂質が非常に少ない商品となります。乳糖の方もねできる限りカットされております。ですのでね、乳糖不耐症であったり牛乳であったり通常の WPC プロテインですねを飲んでお腹が緩くなっちゃう方ですね、そういった方なんかにも飲んでいただける商品となっております。それではこちらのね栄養成分表示ですけれども、1食 29g あたりですね、エネルギー 104.3kcal ですね、タンパク質が 23.5g、 脂質が 0.4g 低いですね、炭水化物 1.8g、 食塩相当量が 0.05g、 ビタミン C が 41.6mg、 ビタミン B6 が 1.4mg となります。こちら WPI の商品となりますんで、1kg4100円となります。やっぱりカロリーもね低いんでね、ダイエット中のね方であったり朝食にね添えてもらうだけでもね栄養バランスの食事がね取れるかと思います。ご自身のねライフスタイルに合う摂取の仕方をしてもらえば使いやすい商品かと思いますんでね、ぜひね一度試していただければと思います。商品のねページに飛ぶ URL をねこちら動画のね概要欄に貼っておきますんで、ぜひね商品ページに飛んでご購入ください。それではぜひうまいもう一杯青汁風味一度お試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。